ということで、こんにちは、ブルーホースでございます。今日はマリオパーティー3やっていこうと思います。今日はですね、スペシャルゲスト、お兄とお姉がいます。はい、あれ、お前さん兄弟で長男とかクソ言ってたくせに、なんでお兄お姉いんのかよと。まあ血の巣が繋がってないね、お父さんとお母さんが違う兄弟っていたりするじゃないですか。ということでね、はい、お兄からまず自己紹介をぜひ。おそ、はい、どうも、お兄でございます。お兄でございますね。はい、で、はい、さらに、特別出演のお姉もいますということでね。はい、お姉はいないようでした。はい、すいません、お姉いないみたいですね。はい、じゃあお兄とだけですねマリオパーティーやっていこうと思います。で、まあごちゃごちゃ言わずに、とりあえずなんかいろいろやりながら今日の趣旨を説明していこうかと思いますんで、今回バトルロイヤルでですね、お兄とタコ殴りし合うという感じでやっていこうと思います。はい、まあ普通に喋ろうねまあとりあえず、まあ今の段階では説明のフェーズだった。そうですね、はい、特には何もせず。オッケー、あー違う、それで始めようとしちゃった。バーカバーカ、何のためにゲスト呼んだった違うっちゅうね。はい、人間二人、まあはい、いつも孤独な僕なんですけど、今日はスペシャルゲストがいてくれるということなんでね。はい、1P がブルーホース、 2P がお兄でございます。で、万が一いつものトーンで名前呼んでしまったら、ちゃんとカットするんで、そこはご安心ください。はい、カットしてください。それはカットしてください、はい、それはカットします、カットします。はい、万が一のピーとかっていうんでね。ということで、誰にする。じゃあ お姉はどっちが好き。これルイージね。はい、無理だっちゅう。旦那さん大好きだな、おい。旦那さん大好きやんも。デイジー。あ、デイジー。ごめん。ルイージーって聞こえたわ。はい。G がもうデイジーとルイージーって。はい、じゃあ、お兄はどれがいいですか。僕だからどれでもいいけど、まあヨッシーにしとこうか。はい、じゃあ、はい、一匹だけ爬虫類が混ざってくるという感じでね。で、もうあれだよね。もうお兄は最強キャラだから強いで十分ですよね頑張りましょうか。はい、じゃあ頑張ります。でハンデなしの、はい、ボードマップはこの間普通にプライベートで遊んでヒーヒーレイクだもんね。そうだね。うん、どこ行きたいですか。あ、ピクピク進化もやったっけ。やった、それはやったね。じゃあ順番でジリジリですかね。うん、そこ行こうか。了解、じゃあ行きましょう。ジリッと行きましょう。ダンスを選んでください。まあ20ターンかな。20ターンですね。はい、99年とかじゃなくていいんですね。はい、大丈夫ですそんな24時間耐久しなくていいですあれでも多分24時間じゃ終わんねえだろうな。うん、してる。やと、だって5年で3時間とかだっけ。いや、の20倍ってことは60時間でしょ。まあそんなもんか。そんなもんですよね。あ、いや、なんかね、実の弟に100年後に破産する桃鉄を取れって言って今脅されてるんだどんな調整せなあかんのって今日は。まあ、なんかね、自分でマリオパーティー3の実況を撮ってる時に結構この順位のまま最後の順位になるパターンっていうのが多いのよ。でも2番目が一番強い気がするけどな。か2、3あたりがいいよね。なんか個人的な感覚だけどね。うん、あれだね。こんななんかせこいやつだったっけこれ。覚えてない。ピンキロ。はあ、なるほどね。了解です。スーパーキノコ行く？実況だからいつもみたいに手堅くコインを取っていくようなプレイじゃダメなのよ。派手に散っていかなきゃいけないからね今回は。ねえ、どこがスタスタ死んだり。ぶっ飛んでんな。それやったらゼロコインにすべきだったのよ。しまった。やってもうたな。オッケー、デイ早すぎないか。早いな、早速早いな。見せ場ないよ。ねえ、ないな。あれ、こんななんかプレイ遅かったっけ。まあいいや。設定で調整できる。あれ、設定で、設定の人もなかったか。ちょっとよし、はい、ダメ。あ、ほんまや
ちょっと待ってね。それぞれ。早いにして、セーブは一旦しないで、ミニゲームは見ないですね。見ない。説明は見るで OK ですかね。あ、ちょ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 おい、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、操作方法が分かってないよ。え、分かってない。分かってないよ。あれ長押し、ちょっと長押しか。お、これやろ。操作方法するの見せないって畜の職業やん、マジか。うわー、陰謀論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 。ミニゲームの説明を読まなきゃいけないっていう、それは素人考えすぎて、いや、そんなことするからさ、もう2とか出しときゃギリギリ変えたのによ、もう一周回りやがるって言ってバロー。大丈夫、ここでアイテム取るから大丈夫。ああ、なるほど、あれでしょ、どうせあのマジックランプないよね、ないよね。ね、あの普段プライベートでもさ、だいぶうざいキャラなのにさ、実況者になるともっとうざいでしょ。しないよ、そんな。キーマンだって。確かルイージが好きなアイテムキーマンだもんね。うおーし、今テレビで乗ったはずなのに。まあいいや。惜しかったですね。よし。ちょっと待って、もうさ、もうおもんな。マジかよ。じゃあやっぱこうだよね。なんか大逆転をこう目指すみたいなさ。狙っていたらいいやろ。そう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 、手堅くいこうぜっていう。ちょっと待って、こいつ取るじゃん。じゃあちょっと、なんかデイジーをさ、うまくあのアリ地獄に押されてくんない？こいつでもいいよ。まだね。なんだなんだ、言うかしらお断りでしょ。右行けよ、面白くねえな。でも強いコンピューター手堅いからね、こいつらね。さあ、なんだ、登れブロックタワー。これなんだっけ。またあのちょっと待って、ちょっと待ってよ、説明見させてよ、ちょっと待ってよ。違うんだよ、違うんだよ、兄貴よ、お兄よ。俺何もしないよ。違う、ここで俺が見る前に移動させちゃうっていう面白いのをやってくんなきゃ。同じことしてるし。ちょっと待って、ハンマーブロスがうぜえ、マジで。ほんで手堅くコイン取ってるし。ちょしかもあれだよね、鬼さりげなく取ってるからね、ちゃんとコインを1枚。手堅いですよ、ちゃんと手堅く取り上がって手堅てーなー。計画通り。これ今あれだもんね、ほんと1、2、4。あの今回は、あ、そっか、そういうことか。ぎっしょシンプルにぎっしょ。いや、あのさ、デイジー阻止してくれとは言ったけどさ、あなたが取ってた言ってねえべ、俺。ちゃんと取ってたじゃん。え、ダメだ。ダメだ。有言実行、そんな汚い実行に否定していいんですかね。腹立つわ、この兄貴。わー、やることはない。もう、ハゲタカジャンゴにスター持っていかれろ。ないない。しかもこれ右行ってさ、おマキ、しかも自分だけじゃん。でこれあれじゃん、 A ボタン出んだね、免れる系。あ、違うんだ。あ、問答無用なんだ。あ、しかも逆サイド行くんだ。ちょっと待ってね、あのね、一人だけさ、もう容赦しないよ。もう全員のコインを減らすことがもうあれだからね。あの、キッパ革命か、みんなでコイン渡し、みんなでコイン渡し、みんなで渡せよ。
みんなで渡せや。もう絶望やん。やばいやばい、ミニゲームは勝てない、コインは手元にない、スターからは一番遠い、何が残ってる。なんやろな、もうこいつはスーパーキノコ取ってる。あー、おまず舌打ちが出ちゃったな。お、みんないなくなったよ。よし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 、チャンスチャンス。よし、そこは一人にさせてよ。じゃあ雪玉ゴロゴロか、この寒い冬にぴったりでございますね。ちゃちゃ、まあ冬冬冬冬冬納豆。早速見せない。まあこれはこれは分かる。ちょっとちょっとちょっと、あ、これあれなんだ。へえ、雪玉作ってるタイミングであれなんだね。どんだけ。よいしょ。ちょ待って、デイジー、お姫様をただただいじめるだけのなんかもうせこいやつになった。あー、このクソ緑、どっちのことかわからないけど。そう、何してんの。そう、あー、やめて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 。あー、ちょ、あー、この黄色、あー、やばい。よし、黄色チケット、黄色チケット。おーおー、結びコロコロ、ミコロコロ合わせてピョコピョコ、ムコロコロ、ウル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 、おしゃれ、じゃあ初勝利。ごめん、3ターン目にしてもう疲れた。こっちとしてはね、あのコンピューターに取られない方がいいから。そうね、あのうるせえ、誰が勝負にならねえだこの野郎。違反としてることが分かった。もう一回戻ってくんなよ。面白いな。これ何が美味しいってハプニングスターもないよ。そうなのよ、そうなの、マジでマジでそうなのよ。このタイミングで大きいの出してくる仕方ないのよ。あ、もう何にも面白くない。どこ行くのかなこの子はね。あれ、デイジーってお姫様なんだっけ一応。創設は知らんわ。なんだっけ、なんとかランドのお姫様だったの。なんかよくわかんないけど結構出してんな数字。もう一回回れよ。さあどうなるか。消えろ。おい、ウェイ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 。あ、そういえばこのせいであれだよね。まだリアクションしてみる。うん、ハプニング無駄。え、ヨッシーも2回目だっけ、ハプニング無駄。2回目。ああ。もういいわ。すばし。もうええな。もう普通に気持ち悪いわ。これ兄貴強えんだよな。そう、あの お姉様に関してはあのやり方がわからない場合ボタンとか落とされる。ちょっと待って、なんか A ボタンが全然反応しねえ。落ちろ、ピョンピョン、ちょっとピョンができへんちゅうねん。ちょっとこれが一番面白くない展開なんだよ。人間同士が醜く争って、なんで何で。ちょっと待って、あの今あのデイジーが落ちた理由が全くわからん。いや、わからんと違う。そう、まあなんかこれがあれだね、こうやってあの金属とあの実況を撮るっていうのがね。俺は何も見てないよ、俺は今画面を何も見てない、ただただアーモンドを貪っているだけだから今。もう見ないでくれ。もう兄貴頼むわ。ほんでもうノーマルマスが一番面白くねえんじゃん。まあ、そうなんやけどな、そうなんや、次のミニゲームで勝つことができなかったらスターが買えないのに。ちょっと、うん、勝たせることに集中するわ。そうね、あれ、これこの間なんかめっちゃ醜い争いしなかったっけ。
してた気がする。そうね。うん。A ボタンね。はいはいはい。オッケーオッケー。あ、じゃあ間違えた。ごめんごめんごめん。この間、おとといさ、人生初めてで、ね、協定デビューをしましてですね。え、そうなの、うん、そう。そう、ビギナーズラックで、4000円儲けた。あ、いいやん。そうそうそう。なんか、最初に100円だけかけたら、それがまさかの13倍でさ。よ。で、その後300円かけたら、それが、それも13点何倍とかで、一気に、6000円稼いで、そっから2000円負けちゃったんだけど。2000円負けた。そう、2000円負けた。調子に乗って最後1500円かけたら、負けた。マッシー、早くね。いやヨッシーミニゲーム、なんかあのシンプルにコンピューターにニューレコード出されるのがマジで腹立つ。しかも協定の話して偉そうにさ、なんかやってたのにさ、負けるっていうもう恥だよね。いや、ほんまにほんまに恥を知れ。でもあの最初引っかかった、ほんまだよ。なんか最初どこ行くんかも思いながら、 あえてそこに触れずに行ってたもんね。行ってたわ。あんなミスするんだと思って。いやでもまあ引っかかっちゃったからな。うん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 。引っかかっちゃうとどうしようもないな。あ、なんか目星アイテムないな。横取りボックスくらいじゃない？クッパ電話。横取り。行くわ。ここの狙うのとか難しいね。前よくわからない。どのタイミングでドスンした？ドスンじゃねえや。ヒップドロップだ。誰が、あ、これ、なんかそんな気がした、なんかそんな気がした。いや、いいよ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 。面白い、面白い。ああ、さすが、さすが実況者分かってる。狙ってないよ。狙ってないよ。狙ってたなぁ。あ、いいね、いいね。こう、ギリギリを攻める。よし、60ポイントか。マジか。じゃあ、テレベル決定やん。そうなんじゃない。前半はやっぱりね、なんだかだね、コインを持ってるやつが正義なのよ。これはそう。だから言ってしまえば、19コインの俺が実は兄貴よりも今はあの上ってことですよ。だって1枚持ってるから。そう。これ。これなんか ABZ だっけ？指定される早押しで答えます最初に。で、ブロック？ブロックを叩くってなんだっけ？早押しやん。 A で早押ししない。なるほどなるほど、そういうことか。で、そっから ABZ どれにするかってね。こういうことね、こういうことね。了解了解。早い。分かんのこれ。多分 B じゃねえか。間違えた。答えを出せよ。はいはいはい、はい、これはね、自分自身しかいないですからね。で、テレ B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  だって押してから考えんじゃねえよ。レバー始まるとコインクリボー、はい、ベベ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 ベしゃあ、これはなんか実力で勝ったって感じだよね。やられてしまった。ようやくサードだ。ギアサードや。でっかくなっちゃった。ああ、よかったよかった。もうえっちゅうねんって突っ込もうかと待ってたからね。さあ、これで4以上出さなあかんねんな。おし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 おさっきまでプレイがド派手に行かないとって言ってたのに、一気に面白くないプレイヤーになり下がってしまって。お前まだそこか。ってことはあれじゃないですか、兄貴一応取れなんも、え、違うわ。あー、一周回ってこなきゃいけないのね。これ逆にあれじゃないの、新キロじゃない、砂の地獄に巻き込まれた方が早い移動。あー、そっちやった気がする。え、あ、よかった。このゲームはなんだ、人間を苦しめるゲームなのか。
コンピューターをエクスタシー感じさせたところで何にも面白くねえか。あ、でもこれ良かった。よし、こっち来といて良かった、ある意味。そう、逃がしてくれてんのよ、これは。そう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 。さて、これは、あ、これはわかるな、多分ね。これはいけるね。パーフェクト取れへんのよな。そう。あ、やばい、パーフェクト取れへん。遅い。あー、使った。ラグい。ちょっとラグいね。反応せへん。使った。昔の言い方はツイッター。知らん。ちょっと待って。これは4つぶち。弱った。じゃあこれギリ勝ったんじゃねえか。兄貴強えな。兄貴強えな。よっしゃ。マジか。結構スカってるし。結構スカってるシーンを見かけたからムカつく。あの V サインマジでムカつく。 V サイン本当に。とりあえず、あ、あ、ほん、だから実質今スターを3つ持ってんだよねってこと、兄貴はな。え、ミニゲームは多分まだあんのいいんだ。あ、ミニゲームはだってまだまだ逆転のチャンスがあるからね。あれってさ、バトルミニゲームって含まれるんだっけ。ないよね。うん、はい。くもって面白くない数字。マジでし、うん、いや、あのね、シンプルにしょうもないわ。しょうもない。ちょっとしょうもない。さあ何が出るかな。そうね、そうね。あ、これさ、いや、まあいいわ、やめとこう。うん、あのね、これミスした時点でコンピューターに勝てないよ。これ強いでやったのよ、やつら一回もミスしなかった。あ、はい、終わり。早えよ、まだ運んでんじゃん。無理。あれ、これもしかしてさ、抜けていかなきゃいけない？キーマンで。んなことやねえんだよな。俺の5コイン返せ。ありがとうございます。俺だけなのよ、堅実に募金してんの。みんな募金してんの。1、いやこいつも3。違うか。あ、おお、ここで金な、何を手に入れた。おお、マジか。そんなことない。あの、マリパ3の4コマ漫画では、あの、魔法のランプで行った方が蜃気楼っていうネタがあって、現実でそれが起こってくれないかなって今切に願ってる。残念ながらないな。ねえ、あれ確実だもんね。これ地味にむずいやつだよな。これなんかあの、完全な攻略法がない気がする。しかもこれこの間やった時、兄貴一番最初にぶっ飛んでなかった？そうやったっけ。勝った気がするんだよな。まあとりあえず、とりあえず生き残りゃいいから、殺してやる。どうやんだろう。あ、踏めるんかい。あー、おー、ちょっと待って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 、明らかな殺意を持って甲羅が降ってきた。上から投げぞ。おい、飛べ、緑、緑、飛べ。あれ、いつの間に飛べた。あのね、恐竜が迫ってきた。しかも2人しかいない。
そう、あのダブルパンチで本当に一瞬で死んだね。どんまいって言わざるを。いやーこれ、あ、そっち行っちゃうんだ。こっち行っちゃう。じゃあキーマンであれなんだね、行かなきゃいけないんだな。うざ。いや大事でしょ。いやー、鉄とかでも急降下大事でしょ。そうなんだよ、だからせめてハテナを振れよ。まあでも今回はこれ使われてやるのか知らない。まあ、しゃあないな。うん、てか、マジでね、あのね、本当にね、何も起こらないから、面白くないんだよね、シンプルに。やばいな、これ実況として全くもって取れ高がなくてさ、取れ高がないのをさ、必死に補うためにさ、あーだか、うーだかって規制上げてるだけのおっさんの動画なんだよ、これ。あ、でもよかったね、こっちで逆に。あの、穴が入って新機能になってる。うん。ダメ。さてさて、なー、あれでも今20コインないよね。あ、払ったから。うわ、しかもこっちあれじゃん、キーマンないと無理じゃん。いや、なくてもいけんだよ。あ、いけんの、いけ方があるんだ。なに、あ、ごめん、あの、ごめんごめん、あの、今と、あの、絶対言っちゃいけないことを言いそうになったからやめたい。兄貴だけだったら言ったかもしれないけど、隣でお姉が聞いてると思ったら、あの、絶対あのこっちでピーってやっても、あ、多分俺次回あのお姉と会うことを許されなくなるから。あの、そこはあの自制していただいて。そうそうそう、お姉だって純情だもんね、ほんと。よし、当てろ。20分の20分くらい俺が当ててんぞ今。ちょっと待って、あのさ、ヨッシーさ、普通さゲーム強いやん、さっきから。なんで、なんで味方になった瞬間弱なんだよ、お前。存在意義ないぞ、ここから。なんかあれ、ストーリー見た目にやったら急に弱くなってみて。あ、そう、それは、あ、結構勝ったからよ、わ。で、多分7、61発中、多分ね、50発くらい俺ですね。え、誰も別に検証動画上げる気はないっすよ。うん。ただコインが、ただただコインがマジで爆速で増えてってんだよな。今で半分か。え、でもそっち行く意味なくない？ああ、そういうことか。吹っ飛んだらそこに行くのね。よし。ジャンプ、ジャンプ。いやよ。もうそこは条件反射で押せよ。何やってんのっていうのが見たかったのに。で、どうしようかな。で、下に行くと。で、下に行くと。でもこれあれだよね。普通にここが蜃気楼でも一番近いの結局兄貴だもんね。わかった。何をしなければいい。ああ、そういうことか。あ、ごめん、全然コイン数見てなかった。ざまー。何をしなければならないか分かった。あのさ、多分さ、じゃん、貴様ざまーと言ったの。で、あのね、超現実的なこと言うと、死にたい。ゼロ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 、お前払えや。主催者がゼロで、チャイしてももうちょっとあの建物用意した時とか犠牲払っとんぞ。あしこ、シンプルに。しかも運ゲーかよ。これは美味しいよ。うーわー、これで1位取ってみんや。現実世界でマジでぶっ殺す。運ゲーだからもう知らねえわ。うわぁ、俺はそうしねえか知らねえ。はぁ、ちょっとお姉もやべえやつを旦那にしたな、ほんとこれ。ウィーイ、おいしい。しゃぁ、11分の6だよね、11分の6だよね。俺が勝っちゃうよ。ウィーイ、シャー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 。まあ俺は、まあでも半分はまだキノピオだから。
うん、もう一回多分ね、もう一回ルイージが踏むよ。予言通り。もう一回、もう一回。予言実況者なのかな。シャー、キャッ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 。シャー、バイバイヨッシー。おすげえ、あれこれ運が向いてきてるぞ、やった。これはまあまあ通してへんし、ええわ、よかった、やったやったやった。えでもシンプルにこの運は協定でやりたかったそれはそう、協定で最後かけてたやつ当たってたらね、確かね5倍とかになってたんだね。もうここで運がねえんじゃえ、さあちょっとトーンを落として喋るけどさ、トマでさ、このトーンで喋ってる若干いつもとキャラの違う俺を見てさ、あ姉貴はどう思ってんだいや別に大酒入ってんじゃん、あんたこんなもんやろと思うだけど、もうシンプルに酒ここシラフでやってっかんね今持ってこようかワインでもまあワインでも飲んだ方がええかもしれない、うん、そうそう、まだ開けてないです。1994年のアメリカワールドカップのワインがうちに眠ってるのよ。俺だけやん、ブロック開け当てれなかったの。ほんでよし、オッケー、わ、浮きやん、あれこれさ、3回壁にぶつか壁ドンしたらあれ終わるシステムじゃなかったっけ。かけないかけない、制限時間ない。あーそういうこと、やっぱヨッシー強えな。まあなんかもうミニゲームスターもコインスターもこいつにこのまま勝てないしか、勝てない、いい気がするもんね。勝てねえわ。おお。でも20コイン持ってないではないか、フッフッフッ。ってことはこいつに会いに行かなあかんってことだね。間違いないな。何無限ループって怖くね。買いでも行くよ。もうさ、ルイージのお尻なくなんで大丈夫、まだ大丈夫。しかも、あ、そう、下行ってギャンブル行ってもいいよ、かけるコインねえけどないなメンタル強すぎるってもうさ、出直してこいって言われたりさ、コインのないやつは出直せしっしってさメンタルが強いのよ、シンプルに。あーこれどうしよう、アイテムあえて取りに行った方がいいか。あ、いいや、あーよし、これキーマンでも手に入れたらいいもんね、コイン狙えるし。うん、キーマンか、キーマンだ、あのキーマンやな、A だね、よし OK。 キーマンか、まあクッパ、あ、ちょっと待って、あ、問題ない、キーマン、早っ、よし、イエーイ、渋いぞこれ、結構これあれやな、どのタイミングで使うかだよな、難しいな今笑うな、悪い字腹立つ自分にななんか分からんけどボタン押したら笑いやがった、タイミングどうしたなあ、ほんま、あれ自分が作ってるキャラにあざ笑われたよな、今、ほんと日本語喋れてないし、なんでほんと、お前何とんねん、いや、今一番欲しかったやつだな。スーパーキノコを取ってさ、で、サボテンで刺されて、で、だもんな、ニアピンぴったり。あー、これは我々が犠牲にならなきゃいけないやつですね。これ入れさえすればいいんだけどな。そう、あ、これならまだ入れやすいか、ワンチャンあるんじゃない、これかよ、なんで、スター、1位から1位、俺今1位なの、そう、辞退します、辞退します、辞退します。ちょっと強すぎるか、はい、1枚よ、ナイスじゃないよ、もうブリリアントだよ。はい、ちょっと右すぎぞんまい、入んのかいマジか、これあれですよ兄貴、入れないともう終わりだから、プレッシャーが
者が。やばいぞこれ。こんなに見てて楽しいゲームはないかもしれない。おおおお。まあこっちある。いやー今お姉様が大爆笑してるのがもう後ろで聞こえてくるわ。やっちまったな。フィニッシュ。フィニッシュ。じゃってくれ。いやーちょっと黄色いのいらんな。なんだかんだで結構コイン溜まってんな。そう。あ、そっか、さっきのバトルで買ったのがでかいのかやっぱり。そうよ。バトルは結構効果的やからね。そうね、うん、飛ぶんだ飛ぶんだ。こっち行こうわ。なるほど。あーでもアイテムはいいね。持てるだけのアイテム。あーわー地味に地味にいいかもしれない。あのテレサいけるしさ。あー場所によるじゃん。うん。あやったアイテム。よし。もうミニゲームせずに普通に欲しいのよ。なんだ。いやすごいアイテム欲しいっすよ。謙虚に行きますこれから。謙虚に行ってください。まあそこははいやろ。まずあもうせっ。なんなんこの。あ、1位には厳しいってか。まあ仕方ないな。1位の宿命だよな。それは仕方ないよ。このヨッシーがさ、あのコンピューターぶりを発揮して蜃気楼の方にぜひ行ってほしいんやけど。それはありそうじゃない。なんかちょっとありそうねえ。でも来るんじゃないかな。行っちゃうかな。何買うのかな。何買った今。あ、キーマンね。みんな俺以外キーマン持ってんじゃん。あーやっぱ行くのか。飛んだらもっともろいねんけどな。飛べよ飛べよ。うわーこいつに逆さキノコ。うわこいつに逆さキノコ使っておくべきだったな。うわーやっぱやっしこいなコンピューター。こう見るとな、こうなってくるとちょっとやばいな。あああーこれ兄貴また1個あれだね。だからどっちの方がこう来年の運がいいかっていうの勝負だな。さあチャンスは来てるよ。そうね。お頑張ろうぜ頑張ろうぜ。あごめんちょっと、ゲームの記憶が一切ないの来た。これさどうしてんの。協力しようよって言ってるタイミングでそうすんの。連打やな。連打です。連打やな、うん、これやっぱプロコンだとあれだね。連打きついよね。さあどうする。あよし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 。あこっち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 。あいいね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 。ああああちょちょそれだけはそれだけはそれだけ。ああ取った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 。あれあれあれよし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 。あちょちょやばい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 。沈め沈め沈め。オッケー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 。よし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 。あんたけあちょちょあと1秒あるから取りに行け。まあ20取れたし上出来よ。そうね。まあ個人的にその20取れたっていうのはでかいけど。